思いました。中学生の女です。建築家になりたいのですが、将来建築家は AI で仕事なくなりますか？なくなりません。どうしたら建築家になれますか？今不登校です。暗記が苦手で絵が得意です。CAD ソフトっていうのがあるんですけど、その、まあ、3D で、その、じゃあ、四角の上に三角形を置いて、で、じゃあ、そこの四角のが、どれぐらい細くなったら、その三角形は安定して、その上に乗せられるか。要は、その四角の柱の部分がでかければ、上の三角形って別に落ちないじゃないですか。でも、そこがだんだん細くなると、バランスが悪くなって落ちるじゃないですか。っていう感じで、その、どういう形の形状で、そのどういう重量が支えられるっていうのを計算して、そこにじゃあ置いとくと、それで自動の計算してくれるんですよね、CAD ソフトの場合って。要はその、ここの重量でバランスがここだともう取れます、この上乗せられませんよ、みたいなのができたりするので、なのでその 3D で、その、まあ、CAD ソフトは高いかもしれないので、で、じゃあその、建築家の人ってどうやってやってるかっていうと、そこのじゃあその 3D モデルっていうのを、じゃあ柱こう4本立てて、で、柱はじゃあ1メートル、の、1メートルじゃねえや。10センチの、そのなんか鉄の柱にしようと。で、4本立てます。で、屋根はじゃあ、500キロあります。これ持ちますかっていうと、構造計算すると持たないんで潰れるんですよ。っていうのを、その、CAD ソフトが今やってくれるんですよね。で、もともとはその建築士の人って、それを手計算で、その10センチの軸の直径の鉄の場合は、4本だった場合は何キロのものを支えられるかっていうのをいちいち計算して構造計算ってやったんですけど、それを全部 CAD ソフトがやってくれるので、そこはすごい楽になったのですが、今度は CAD ソフトを使いこなす能力っていうのが建築家に必要になってきたんですよ。要は昔はなんとなくその計算も構造計算はなんか下っ端に任せればいいやっていうので、じゃあ計算もしなくてなんとなくこんな感じでおしゃれなのがいいよねっていうのでなんとかなったんですけど、今 CAD 使えないとその発注先に設計図作るときとかもう手書きになっちゃうんで超めんどくさいんですよ。で、設計図っていうのも、まあ、平面で、まあ、紙で描くと平面なんだけど、建物って 3D なんで、その平面図の横に、じゃあその切り取った、その反対側の垂直で見た場合と、あと断面の場合とかっていちいち書かなきゃいけないので、もう手で図面引くなんてできないんで、CAD ソフトが当たり前なんですよ。なので、CAD ソフトが使いこなせるっていうのは建築家にとって超重要なんですけど、今のおっさんたちとかってまだそんなに CAD ソフト使いこなせてないので、 3D のソフトっていうのを慣れとくと、要はその 3D で物を作る場合って三角形ってこう作るよね、円錐ってこう作るよねとか、じゃあその円錐の上にじゃあこのなんか丸いボールを置いた場合どうやって固定すると安定するかみたいなのとかで、 3D ソフトの使い方っていうのがある程度習熟していくと、 CAD 使いましょうってなった時もその CAD 使うのって、じゃあこうやって積み重ねれば 3D なんで物作れるよねっていうのがわかるので、なので CAD ソフトで無料のやつもあるので試してみるといいんじゃないでしょうか。